藤山です。今日もよろしくお願いします。最近ちょっとスタートが遅くて申し訳ありません。こんばんは。今日はまあちょっとその子供たちの、トレーニングの中で、まあ、感じたことを、伝えたいな、まあ話したいなっていうのがあるんですけど、橋本さんこんばんは。ありがとうございます。明日よろしくお願いします。まあその子供たちにどうやってこう伊勢君さんこんばんは、こう説明をするかっていうところで、まあ今日チームのメンバーでねこうトレーニングをしたんですけど、まあ、河川敷でやって、河川敷のグラウンドでやっぱりこうグラウンド状態はそんなによろしくないわけですよね。そうすると、まあ、転がってくるボールが不規則にこうバウンドするわけですよ。このまあボールがこう綺麗にコロ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 転がってくるわけではなく、こうまあ跳ねたりね、まあ沈んだり跳ねたり沈んだりっていう不規則になるわけですよね。でその不規則のボールでこうやはりこうトラップをしようとすると、こう不規則な状態でボールがこう転がってくるので、トラップの瞬間にボールがこうね浮いてしまったりするわけですね。でそのまあボールがね浮かないように、まあ浮かないようにこうどうするべきかっていう、ところで、まあその僕としては、私としてはやっぱりトラップをする時の動きの問題なんですよね。動きの問題で、まあ例えば、こういう状態で立っててボールが向かってくるとってなった時に、ここの点でこうボールを受けるのではなくて、ここのねでなくて、ここからここの間のこのエリアでこうボールを受けると。だから転がってくるボールに対してまあ下がりつつ前に出たり、前に出つつ下がったり
ていうこのエリアの中でボールの不規則なバウンドにしっかり自分がこう合わせてボールを収めると、まあ、この動きをまあすることができるかどうかでやはりあのトラップミスが起きるかどうかっていう問題が左右されると、それが今日そのチームのメンバーの、まあ、トレーニングを、まあ、する中でこう説明をしてね、まあ、一つの解決策の一つとして、まあ伝えたことなんですね。ちょっと待って。キャップを落としてしまいました。すいません。あとね。で、まあそのやはりその感覚、そのエリアでボールを受ける際に点ではなくてこう自分の中でエリアを作って、そのエリアでボールを受ける子はやっぱりミスが少ないし、もしボールが浮いたとしても次のプレーに対するこう一歩二歩がスムーズに流れていく部分があるんで、すごくそれがいい感じで流れてるなと、はい、まあ、ちょっとその部分をね、本当こう初歩的なところなんですけど、インスタや YouTube でまあ改めてね、そこの部分を一回分かりやすくこう動画にできればなと思ってます。はい、で本当にこれ、そのすいません、動画に関しては今あの編集しているまあソフトと、まあ、パソコンが今そのちょっと動画の編集についていけてない状態で、まあ編集中にあのバグってしまったりするので、ちょっと今あのトラブルでいろいろと作業中です。もうね、もうこれも全ていろいろな問題が絡んでる部分があるので、早く厄払いしたいなっていう感じなんですけど、はい、で、まあ、そのやっぱ止めてけるっていうのはすごく大事で、やっぱりその自分がどういう風なプレーをすることであのミスを少なくできるかと、そこをやっぱり気づかなければいけないし、下の学年に行けば行くほどこう、まあ、もちろん大人にこうするんだよっていうのを言われますよね。で大人がこう伝えることで、子供が考えなくなるとかその言われるがままにやることで、やっぱり子供は言われる指示を待ってしまい、自分の力でやらなくなるっていうような言い方をまあすることがあるんですけど、まあ私としては別に大人がこう伝えてもいいと思うんですよ。でただこういうやり方をした場合こういうミスが起きるんだよという、そのミスを、実演する、だからいいやり方だけを実演して見せるんではなくて、ミスを実演する、だからミスを失敗を見せることができるかどうかっていうところにまあ左右されると思うんですよ。それでだからもっと、まあ、大人たちがこう実際に自分自身が
ミスしてるところを見せなければいけないのかなと。で、ミスを修正するところを見せることによって、まあ子供が修正能力を身につけるんではないかなと。チャレンジしたところから修正するという。まあそこが、まあ自分の中で、まあ最近感じることの一つです。はい。だからもっともっとこう教えていく中でこう失敗をね、実際に失敗をしてあげて、こういうし、まあ、やり方をすることでこういう失敗が起きるから、やり方をまあどういうふうにしなければいけないかっていうようなのにつなげていければなと思ってます。はい、よ、大丈夫か。で今まあじゃあちょっとそれはね、今日感じたことでありまして、まあ今スクールのね、まあやっと方向性というか、来年施設側との来年度のね、ちょっと打ち合わせっていうか、そこが具体的にねこう決まらなくて、で週明けにまあある程度確定としてね、施設側からはまあお話をいただく形になるんですけど、まあ僕たちとしてはまあそういう中でもちょっと準備をしなければいけないので、来年度の方向性としてはもう決めて、今スクールの親御さんたちに来年度の希望クラスというか、そういうのをいただいてます。で、やっぱり目的はスクールを行って、僕たちが準備をしたメニューをこなしてもらうですよね。でもそのメニューを、テーマやメニューをどうやって作るのかってなると、やっぱその参加している子どもたちにとって一番今、教えてあげなければいけないこと、伝えてあげて、まあこう成長を促すことができるかっていうことをテーマに挙げてメニュー化して練習を進めてあげなければいけないと思うんですよ。だからやっぱスクール自体がやっぱこう形を流すのではなくて、生きたスクールにもっともっとしたいなと思ってて、本当にその日頃からねご意見をこう頂戴することがあって、やっぱりこう人数が増えれば増えるほど一人一人に対するこう指導というか、こうフォーカスしていくところっていうのが少なくなってしまったりっていうような状況が起きるんですけど、まあ、そこをね変わらず熱く細かく丁寧に子どもたちに伝えられる、そのスクール、一人一人に寄り添って一人一人に向き合って、こう一人一人の変化をこう作れるねスクールにしたいと思ってまして、こう今本当ワクワクしながらね、4月のスタートを待っている状況です。まあその前にやっぱり今年度をねしっかりと締めくぐって、少しでも一つでもその伝えることを伝えて、次年度のね一学年上のね
トレーニングに結びつけたいと思ってるし、まあ、本当に寂しい6年生はもうまた1人2人とスクールを離れていくので、まあ、その6年生たちに、まあ、最後にねほんの少しでも伝えたいことは伝えて、ね、必ず、まあ、サッカーの場所でまた出会って、ね、その成長をねこう一緒に喜べればなと思ってます。で今も僕も本当そのいろんな人の YouTube を見ていろいろ勉強して、なるほどなるほどと。でもまあその YouTube を見ながら自分だったらどう教えるかなとかそういうのを見てて、まあ、子供たちがねやっぱりこう上手くなりたいと、でもこういうやり方をしたら必ずみんなプロになれるんだよっていうことではないので、まあ、本当こう先を見据えてね今その子に必要なものが何なのかっていうところをその自分のエゴとしてこう自分が思うから自分のその型にはめるように強制するわけではなくて、やっぱその子供たちのまあやり方を一緒に考えてあげるっていうのがこう一番大事なんだなと。だからそのトレーニングメニューを究極はやっぱりスクールに通っている子どもたちの一人一人に合ったトレーニングメニューを僕自身もそうだしうちのスタッフたちが作れなければいけないと思うんですよ。だから今100人を超える子どもたちが通ってくれてますけど、その一人一人にメニューがこうあるようにですね。でそれを定期的に伝えていけるようにっていうのがあって、本当そのねサッカーノートの交換日記みたいなのをやっぱりこうできていく日々、この一日一日のトレーニングでのその成果をこう交換日記形式でもできないかなとか、そういうようなんで本当こう何かできることがないのかなっていう。でまあそのためには自分の能力をもっと身につけなければいけないので、今すごくいろんなことをインプットしなければなと思ってて、でもサッカーの技術を伸ばすためにやっぱりこういろんなこの方のね意見をちょっとこう聞いてみたり、情報が多ければやっぱり知識が増えるし、で自分のやっぱりこう非をね認めること、非を認めるって言葉があってんのかな、だからこの自分のやり方が全てでは、まあ、全てではないというか自分のやり方に自信を持つことは大事で、でもその自分の思っているやり方をバージョンアップする、アップデートするためにこうどうするかっていうところですよね。でまあ本当人から習うのは多くて、やっぱりこう自分の非を認められないし、こう他人に対して自分の間違いを認めてこう素直にそれを伝えられない、ね、ありがとうとかごめんとかっていう言葉を素直に言えないことがやっぱり自分の成長を止めてしまうっていうことを本当にこう生活の中で日々改めて思って、まあ、自分自身がねそういう細かいところからこうもう一度、ね、自分を見つめ直して、でまあ人のねこう
反面教師ですよね。そういう、まあ、存在もこの人みたいにはなっちゃダメだなとか、そこまあ悪い意味じゃなくて、でそういうところを、この人のこういうところはやっぱりこう自分は気をつけなければいけないっていうのをしっかりと分析して、でそこを良くするためにはどうするべきなのかっていうのも含めてね、こうやっていければなと。だから流行に、こういろんな流行に乗るのはいいけど、その流行にとらわれて、こう今の自分のこう地に足をつけたことをおろそかにしていてはいけないし、そのいかにも流行に乗っていて最先端のことをしてるようでも、そこはあくまでもこの表面的なところでできているものであって、ちゃんとした根本的な人として、サッカープレーヤーとして、持っておかなければいけない準備っていうのがすごくおろそかになっている人が多いんじゃないかなって思うんですよ。だから今すごく SNS や、まあ、この YouTube とかインスタとかでいろんなことがこういっぱい知れるし、伝えることができるし、作り出していくことができるし、で今で言うそのクラブハウスっていう SNS ですか、でそのこうそこにこうどん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 こうみんなが行くんですけど、実際にやっぱ百聞一見にしかずっていう言葉があるように、もちろん耳だけでこう聞くっていうのは情報としていいんですけど、その耳で聞いているものって想像力を膨らませることはいいけど、その想像って自由じゃないですか。だからその勝手な発想が作り出すことができるけど、それを共有するってなってくると、ちゃんと説明がならなきゃいけないし、そこのズレが生じた時に、そのズレてしまった相手に対してのリスペクト、それもありえるねっていうのをしっかり取られなきゃいけないけど、そのズレて発想した、ずれたその想像をしている人に対しての否定というか、そこを受け入れられない、その人間性ではやっぱり団結っていう人、心一つにしたそのスポーツとかそういうところではうまくいかない部分がある。だからそういう根本的な人をリスペクトする心っていうのがないまま、いかにも自分発信では人をリスペクトしてますよ、してますよ、してますよと言ってるけど、実際の行動がそれに伴ってないと、まあうまくこういかない部分がある。だやっぱりこうね、人って大事で、人とのつながりを大事にするからこそ自分は成長できるし、それを自分の好きなサッカーに結びつけるためにどうするか、まあ、なんでこういう生活、まあ、話を今してるかというと、やっぱその僕はすごくアバウトな表現ですけど、サッカーのプレーの良し悪しって僕は私生活にこうまあマッチする部分があると思うんですね。だからやっぱ私生活の中でそういう、まあ例えば片付けだとか、人に対する気配りだとか目配りだとか思いやりだとか、そういうのをできているプレイヤーはやっぱりサッカーの試合中も
気配り目配り思いやりがすごくあるし、そういうその危機管理能力っていうか、そういうところがうまくできてる。でもその気配り目配りがやっぱりよくできてないとか、あの日頃の物の置き方とか物の取り方とか、その物の並べ方だとか、そういうところが乱暴な人っていうのはパスも乱暴だし、パスの受け方も乱暴だし、で蹴り方も乱暴だしっていうのがやっぱり僕の中ではこう目についてしまうっていう。だからチームの中でもこう、実際にワンデーレッスンとかで来たメンバーとかでもトラップの中でなんでそのミスが起きるんだっていうようなこう問題に直面した時に、もちろん技術的に足の角度がこうだとか、さっき言ったさ、まあ、デコボコのグラウンドでその点で止めようとしないでエリアで止めようとすればバウンドに合わせることができるよっていうような技術的なところももちろんあるんですけど、それを考えることができるかとか、その中で言われたことをどういうふうな姿勢でやるかっていうになってくると、そういう私生活の中でこう柔軟性を持って受け入れる姿勢ができているかどうか、考え方が乱暴じゃないかとか、そういうところにこうつながってくるんじゃないかなっていうので、僕はまあ伝える部分があるんですね。だからそのまあ親御さんが子供を、自分の息子さんや娘さんにまあここの部分を直すべきなんじゃないかなってなった時に、ただただその技術的な足の形だとかステップの踏み方だとか体の向きだとかっていうところだけに問題があるのではなくて、日頃のそういうところを直すことで、まあ子どもの潜在能力というか動物的、まあ、能力にスイッチが入って、今までにないこうスピードで変化が生まれたりもする部分が必ず僕はあると信じてるんですね。だからそこに一度目を向けてまあ見ても面白いかなっていうのがあって、長々と話しました。今日はちょっとこう話が今日もノープランだからまとまってませんが、どうですかね、何かこう質問とかが来たら面白いんですけど。土曜日より結構日曜日の方がね、たくさんの方が見てくださる部分もあるんですけど、本当でもなんだ、今いろんな人の YouTube 見てますけど、いろんな動画がありますねっていう、そうなんだっていう、こういろんな新しい発見というか、自分もよく見てます。はい、まあ明日またちょっと先週やった小学生チームとまたできるんですけど、まあちょっと今僕のチームちょっとテスト期間のメンバーが多くてね、まあちょっと私が文武両道を求めてるんで、まあちょっとそういう中でこう勉強がちょっとおろそかになってるメンバーは勉強しなさいっていう感じなんで、
あのちょっと先週とはメンバーがガラッと変わってしまう部分があるんですけど、明日もね現時点でのその小学校6年生たちのプレーを見て、まあいろんなことを発見したいなと思ってます。でまあ明日ちょっとまたねそこの部分をご報告できればなと思ってるので、まあ、ちょっと今日は30分で短いんですけど、ちょっとこれで終わって明日はもっと具体的にね方向性をこう決めて、明日のその6、まあ、小学生のプレーを見ながら感じたことをちょっと伝えていければなと思ってます。はい、まあ、ちょっと今見てくださってる方は本当にいつもよりちょっと短い時間ですが、今日はちょっと以上で終わって、明日またぜひ、見てください。よろしくお願いします。伊勢君さん、キーパートレーニング、もしね時間があるときちょっと来てくれたら嬉しいです。まあ、金曜日ちょっとチームの練習と重なっちゃうかもしれないんですけど、まあ、どっかのタイミングでぜひまた来てください。お待ちしてます。橋本さん明日またよろしくお願いします。まあ、それ以外ちょっとメッセージがないから、どなたが見てくださってるかちょっと分からなくて、まあ、と今見てくださってる方本当にありがとうございます。明日またいろんな報告を兼ねてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。今日は以上で終わります。お、ゆうと寝てしまいましたがワンゴール来ました。あ、そうだ、そう、ゆうと準優勝だったんですよね。おめでとうございます。まあ決勝戦残念でしたけど1点決められたんでよかった。得点シーンなんか映像で見れたら嬉しいと思います。今度見せてください。よろしくお願いします。橋本さん明日お願いします。では今日は終わります。ありがとうございました。